スカットライン。私の名前はゆかり。クマやウサギは苦手だけど爬虫類が大好きな38歳です。私には外資系で働く夫のヒロシがいます。彼は海外出張がとても多いので、私は専業主婦としてこの家を守り続けてきました。それなのに彼はそんな私を裏切ったんです。それは3ヶ月前の出来事でした。あ、忘れてた。明日お母さんと温泉に行くんだった。車のトランクに温泉セット入れなきゃ。そんなことを思い出した私が車のトランクを開けると、なんとそこには大きなクマのぬいぐるみが積んでありました。普通ならヒロシからのプレゼントと喜ぶところですが、私には喜べない理由がありました。なんで私の嫌いなクマのぬいぐるみなの？私がクマが嫌いなの知ってるよね。とりあえずぬいぐるみを片付けようと持ち上げると、小さなメッセージカードが落ちているのに気づきました。何これ？マイ、いつもありがとう。愛してるよヒロシ。へー、浮気相手にめっちゃロマンチスト。先生イタリア人か。くそー、危ない危ない。スーパーサイヤ人になるところでした。思わずヒロシに鬼伝しそうになりましたが、まだ証拠も集まっていないのに連絡するのはもったいない。私は彼に最大限の地獄を味わってもらうため、こんな時のために温めておいたとある計画を実行に移すことにしました。そして1ヶ月後。ゆかり、今買い物中か？あ、ごめんごめん、包丁研ぎまくってた。なんか物騒だな。嘘嘘、今買い物から帰ったところだよ。あー、ならいいけど。で、どうしたの？今度さ、また出張になったから。また出張か、わかった。今度はいつから？来週の金曜から月末までだな。2週間か。今回はいつもより長めだね。そうそう、あっちが人員不足でさ。まあいいや、行っておいで。ありがとう。相変わらず物分かり早いな。まあいつものことだしね。てかいつも本当にごめんな。え、何が？俺出張ばっかりだから寂しくさせてないかなって。ああ大丈夫大丈夫、チャンネルガードマン見てたらすぐ一日過ぎてるから。ハマっちゃってんじゃん。今ストレス溜まってるからさ、ヒロシのポケモンデータ消去してみたドッキリやりたい。それをマジでやめて。で、今回はどこに行くの？ああ、インドネシアだよ。インドネシアか、了解。お、じゃあそういうことだから。あー、待って待って、一つ聞きたいことがあるんだけど。なんだよ。なんか車のトランクにぬいぐるみがあったけど。あれか、取引先へのプレゼントとか。そう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 、ほほそう。いや、そこの娘さんがクマ好きでさ。そうなんだ。悪いけどしばらく車に入れといて。かしこまり。そして海外出張当日、今回の出張はかなり怪しい。女の勘が働いた私は念のため車に GPS をつけておきました。するとヒロシの車は予想通り空港ではなく隣町のマンションへ。後を追っていくと、彼と見知らぬ女を乗せた車がホテルに入っていくのが見えました。ヒロシ、信じたくなかったけど、やっぱり。ヒロシ、今どこにいるの？いや、なんで？スマホの充電器忘れていったから。ああ、大丈夫だよ、現地で買うし。そっか、持っていこうかなと思ったんだけど。ああ、大丈夫、もう空の上だから。え、空の上から LINE できるの？最近の飛行機はできちゃうんだよ。そうだったんだね。お、じゃあまた連絡するわ。はい、この LINE で今度こそ浮気が確定。ようやく決心がついた私は荷物をまとめることにしました。そして2週間後、今日はヒロシが帰宅する日です。ゆかり、もうちょっとしたら家着くわ。はい。着いたけど、なんだよこれ。え、どうしたの？なんであのぬいぐるみが玄関に？ああ、あれね。あれねじゃなくて、取引先に渡すって言っただろ。本当に？そうだよ。あれ、渡す相手は取引先じゃないよね。そんなわけないだろ。とりあえず家に入れてくれないか？ああ、ごめん、今日はもうそっちの家に行く用事ないわ。おい、ちょっと待てよ、そっちの家って？自分で確かめてみれば？は？何言ってるんだよ。家の中がどうなってるか見てみなよ。家の中って？おい、俺の家は？リビングがすっからかんなんだが。ああ、見たのね、そういうことだから。そういうことってなんだよ。それは、まいちゃんだっけ？今までの海外出張、全部嘘だったんだね。違うって、今回だけだ。今回だけって、自分からバラすとかある？
ごめん。でもさ、何？俺は仕事で忙しいし、はあ、ちょっと息抜きが欲しいんだよ。息抜きのためにポケモンやってたんじゃないの？そうだけど、これだけ働いてるんだ、たまには仕方ないよな。仕方ないわけないでしょ。とか言ってお前も俺がいない間に知らない男とよろしくやってんじゃないのか。何それ、現実逃避？いや、そういうのじゃないけど、私は他の人が気になることすらないし、まして浮気なんて絶対にしない。ごめん。っていうかさ、出張先に手紙送ったけど見た？ああ、手紙ね、来てたわ、読んだ。うん。その手紙がどうした？私が送ったの、手紙じゃないんですけど、離婚届なんですけど。ああ、騙しやがって。それに、宛先不明で戻ってきたけど。それは、その…まあいいや、もうあんたに帰る家なんてないから。ちょっと待てって、話をしよう。もう話すことないんだけど、しっかり慰謝料払ってもらうから。そんな…じゃあ俺は、どこに帰ればいいんだよ。土とか？てか浮気相手のところに行ったら？いや、それは…ふーん、いけない理由でもあるんだ。そうなんだよ。だって、不倫相手も既婚者だもんね。なんでそれを？探偵に頼んで全部調べてもらった。今頃向こうの家庭も騒ぎになってると思うよ。もう勘弁して。あんたは2つの家庭を壊したの、簡単に許されると思わないで。待て、ゆかり、一からやり直そう。無理に決まってるでしょ。一生連絡してこないで。さようなら、後日談。その後、結局彼とは別れることになりました。私はコツコツ貯めていたへそくりとヒロシからの慰謝料でなんとか生活を始め、今は公務員の男性と結婚しています。外資系だったヒロシとの暮らしは刺激が多くて楽しかったけれど、今は公務員の彼との落ち着いた生活もいいなと思えてきました。ヒロシはなんとか会社に残ったようですが、噂は社内中に拡散され、比嘉社員に逆戻り。しかも向こうの旦那さんからも慰謝料を請求されているみたいで、借金地獄に。今はクマ野郎なんてあだ名でバカにされているようです。最後までご覧いただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ぜひ他の動画もチェックしてくださいね。それではまた次の動画でお会いしましょう。大丈夫。チャンネルガードマン見てたらすぐ一日過ぎてるから。なんでチャンネルガードマン見てんの？わっさーアンデグルドルペツフォーテンアーグルダッシュ。どうもヒロシです。やかましいわ。今までの海外出張全部嘘だったんだね。違うって、今回だけだ。今回だけって自分からバラすとかある？あ、ごめん。でもさ、俺は仕事で忙しいし、いつも浮気されてばっかだし。あ、間違えた。さっきから何の話？婚約者と同棲してるよな。どうせあれだろ、またよ、あの声かんだかいやつだろ、サクシャーンとか言うよ。てかさ、私は全然悪くないと思うんだけど、私があんたに何をしたっていうの？結婚式キャンセルと浮気、少なくとも2つは汚点あるわ。マジで詐欺じゃなくて詐欺に改名しろよ。いろんな意味でしっくりくるぞ、バカ。あ、言い過ぎた、ごめん。それはご苦労様。おいおい、他人事のようにしてるけど、これ全部お前が払うんだよ。はぁ、なんで私も？だって全部お前、だってお前が全部悪いんじゃん。そんなこと言うなら裁判起こすから。ああ、それは非常に助かる。ぜひそうしてくれ。はぁ、弁護士さん曰く裁判する前から判決出てるようなものらしい。もうしんのすけかってくらい判決で。しんのすけ出しちゃう。その後、サキは婚約者に逃げられてしまい、結婚式は中止になったそうです。結局、声が変になった。最後までご覧いただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ぜひ他の動画もチェックしてくださいね。それではまた次の動画でお会いしましょう。